皆さんこんにちは。元競泳選手で現在スポーツキャスターとして活躍している寺川綾さん。現在は結婚され子供も2人授かっている寺川綾さんですが、3人目を授かっているのではないかという噂があります。今回は寺川綾さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。現在妊娠しているという兆候がわかるものはあるのか。寺川綾さんの SNS を見てみるとそういった様子は感じられません。妊娠はしていないように見えます。他の写真を見てみると、写真を撮る角度や衣装などでそういった感じに撮ることができるものはありますが、はっきりとしたことは分かりません。まだお腹がふっくらしていないだけなのかもしれませんので、今後の続報を待ちたいところです。寺川綾さんは2014年4月11日に元競泳選手の細川大輔さんと結婚を発表しました。結婚発表と同時に妊娠5ヶ月であることも公表しており、同年9月に第1子である長女を出産しています。そして4年後の2018年2月に第2子を妊娠中であることが判明し、産休を経て同年3月22日に第2子である次女を出産しています。出産から約2ヶ月後に仕事に復帰しており、スピード復帰とも話題になっていました。現在はお子さんは女の子姉妹2人のみのようです。寺川綾さんは1984年11月12日生まれ、大阪府大阪市の出身です。174cmと高身長を生かした背泳ぎでロンドンオリンピックで銅メダルを獲得し、一躍有名になりました。寺川綾さんやその結婚相手について迫ってみたいと思います。寺川綾さんの水泳との出会いは3歳の頃からで、地元を本拠地としていた糸満スイミングスクールに入り、そこで頭角を現し選手コースで力をつけていきました。クラブの先輩には千葉すずさん、その夫でもある山本隆さん、同じ種目の選手である中尾美希さんがいます。山本隆さんらは学校の先輩ともなりました。特に中尾美希さんは引退後も大学職員として寺川綾さんをサポートし続けてきました。2000年4月近畿大学附属高等学校へ入学し、美人女子高生スイマーとして話題になっていました。高校2年生だった2001年、福岡市で行われた世界水泳選手権に出場します。中継を担当していたテレビ朝日の番宣 CM に出演した際に照れながら言った声援くださいの一言で一躍注目を集め、2002年に横浜市で行われたパンパシ水泳では 200m 背泳ぎで2位に入り、寺川綾さん自身初の国際大会でのメダル獲得となりました。2003年近畿大学法学部に入学しました。寺川綾さんは大学進学後もクラブには一応席を置いていましたが、学校側の方針により日本水泳連盟には近畿大学の学生として登録して大会に出場しています。また在学中は大手英会話学校ジオスのコマーシャルにも出演していました。大学2年生で出場した2004年アテネオリンピックでは 200m 背泳ぎで8位入賞を果たしました。しかしその後はライバルの伊藤花恵さんとの戦いの中で敗れ去る状態が続いたため、事態打開のためアメリカでトレーニングをするなど努力を続けたものの、2006年シーズンは日本代表から漏れてしまいます。2012年のロンドンオリンピックでは女子 100m 背泳ぎ決勝で58秒83の日本新記録並びにアジア記録で銅メダルを獲得し、寺川綾さん自身2度目のオリンピック出場で初のメダル獲得となりました。また競泳競技最終日の女子 4×100m メドレーリレー決勝でも総合タイムでそれまでの同種目の日本記録を2秒近く縮めた日本新記録の3分55秒73で銅メダルを獲得しています。日本の女子競泳選手で27歳でのオリンピックのメダル獲得は北京オリンピック銅メダリストの中村玲子さんの26歳を上回り最年長記録となっています。そして次のリオデジャネイロオリンピックに出場することなく2013年に現役を引退しました。そんな寺川綾さんですが、最近太った、激太りなどと話題になっています。実際に画像で見てみると激太りとは言えませんが、確かに前に比べてふっくらしているようにも見えました。スポーツマンがスポーツをやめると太る人は多いですが、
寺川綾さんも現役を退いてカロリー消費量がかなり減ったのでしょうか。寺川綾さんが水野を通して結婚、妊娠したことを発表しましたが、気になるお相手は以前フライデーされてキス画像が流出した細川大輔さんです。細川大輔さんとは居酒屋やホテルで一緒にいた姿など親密な様子がフライデーされていました。細川大輔さんは1982年4月18日生まれ、兵庫県尼崎出身です。 100m 自由形及び 200m 自由形の元日本記録保持者で、2003年世界水泳選手権 400m メドレーリレー銅メダリスト、2005年世界水泳選手権 400m メドレーリレー銅メダリスト、2007年世界水泳選手権 400m メドレーリレー銀メダリストです。2008年4月北京五輪代表選考を兼ねた日本選手権を最後に現役を引退しました。その後同じく引退した今村元気さんらと共にリアンという水泳チームを設立しました。現在は北島康介さんの主催する教室、その他で指導者の道を歩んでいます。また家庭教師ガンバの特別授業を指導しています。2019年10月27日放送の NHK 大河ドラマ伊達天東京オリンピック話に古橋ひろのしんを演じた北島康介さんと共に競泳選手の橋爪史郎役で出演した経験があります。寺川綾さんご自身は喘息の持病をお持ちのようです。しかし服薬するなど病気と上手に付き合っているそうです。一時期は治療で薬を使うイコールドーピングと自分の中で変に結びつけてしまったことがあるそうです。治療を始めてタイムが伸びた時は薬のおかげかなと自分の本当の実力なのか疑っていた時期もあったといいます。そのため長い間治療をしていることを公表していませんでした。しかし海外の選手が泳ぐ直前に薬をシュッと吸入しているのを見て、これはドーピングではなく病気の治療なのだと思えるようになったといいます。オリンピックに出場してみると国内外問わず選手の中には喘息のある人が多く、治療のために運動を始めたのがきっかけでアスリートになった人もたくさんいるということが分かったそうです。ちなみに2002年から2010年の日本のオリンピック強化指定選手の 4.5% が喘息を持っているそうです。自分から周囲に伝えることも大切ですが、そもそも喘息がどんな病気か知らない子どもも多いと思うので、まずは学校などで教える必要があると語っています。2022年10月18日時点で寺川綾さんは報道ステーションでスポーツキャスターを担当していました。競技者生活を引退し、2016年頃から寺川綾さんは報道ステーションに出演しています。第二子の次女の出産で報道ステーションでは産休を取得していたそうです。出産後に寺川綾さんは報道ステーションに復活をしていますが、一時期卒業するのではないかという噂が流れました。産休を取っているのは事実ですが、2022年10月18日時点で寺川綾さんが報道ステーションを卒業するという情報は確認できないようです。もしかしたら次女の産休の際に報道ステーションを卒業するのではと思った人がいたことによって、その噂が広まった可能性が考えられます。いかがだったでしょうか。今回は寺川綾さんの私生活を中心に深掘りしてきました。現在はスポーツキャスターとして活躍している寺川綾さん自身の体験や経験をもとに、リアルな情報を伝えるキャスターとして今後も活躍が期待されます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。